英語禁止実践となっております。来たー、ついに。あ、言ってない。あ、いや慣れてきましたよ、英語のタイミングも。あ、言っちゃったタイミングだからよ、もう喋りたくない。ないもんな。さあ、55。あ、割れた。早かった。やっぱり良かった。閉鎖空間です。おお、待ってよ。え、ここ今ちょっと微妙だな。でも演出入ってたと思うんで、演出中とかだともう確定のはずです。ですよね。うん。大丈夫大丈夫。よっしゃ。ドーン、はーい、やったー。あの演出中にね、来てね、あれ今演出中じゃんっていうのね、いいところです。さあ、大きい当たりをいただきました。90回転です。え、言えましたか。え、オッケー、ドーン、オッケー、ドーン、オッケー、ドーン。え、怖い。私もう英語なしじゃ生きられない。いやでもこの演出込みのこの大きいあたりは500円払う価値があると思ってるんで。はい、いいでしょう。持ってけ泥棒。よし、次で、お、赤いぞ。これがどうなんだっけな。演出が始まって、あ、赤いし、まあほぼほぼ成功すると思うんですけど、まあもともと赤で、攻撃がいっぱい。あ、赤だ。いや。この成功が閉鎖空間中で当てたことによるあの演奏会確定のやつなのか、それとは別でもう一個もらえてるのかっていうのがちょっと分かんないんですけど、またどうだったかな、もう一回、もう一個出てくるかな、後からまあ一回消化し終わった時に分かります。はい、ひとまず312枚獲得です。これ結構でかいんですよね、本当大きい当たりというだけあってでかいんですよ。300枚もらえるんで、さあよし来い、ハレハレ後期。うん、正解です。大きい当たりからのですからね、伸ばしたい。おいおい、3倍来い、2倍か。よし、まだ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 、 OK。おー、オッケーオッケー。あ、ダメだ、言ってる、めっちゃ言ってる、めっちゃ言ってる、めっちゃ言ってた。だから気をつけよう。いいよ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 、2人目出てるうちは終わらないんで。あー、危ないかなー、セーフ。よし、あー、終わんないで、終わんないで。よし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 。いや、これは結構いけるかな。みくるちゃん、
そうそうそう、まだよ、まだよ、はい、オッケー、よし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 、あ、まず頑張りたい、オッケー、あ、オッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケーだけど、オッケーじゃない、違う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 、ごめんなさい、ちょっと集中したいこっちに、あ、ほら、あ、でもまあ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 、まあよし、まあよし、すごくいっぱい言っちゃった気がするけど、よし、240ゲーム、いや、ちょっとこの240ゲーム分全部持ってかれちゃうぐらい払わなきゃいけないかもしれないんで、もうなんだかな、まあでも240あったらそこそこ上乗せとかもできるかもしれないし、伸ばせそうです。おお、来ましたね、激走任務、あと1個、よいしょ、成功です。おからの、からの入らんけど、成功したら、激走任務は連続性があるんで、はい、もう一回入ります。あ、引いてしまった、覚醒決め、さあ、激走任務、あと一個、よし、大体5ゲー5なんですけどね、もうちょっと大きいの来てくれたらな、まあでもこれに入ってくれたらダメなのか、もう一回頑張ろう、よし、おお、まあ、ここで引いとく分にはいいんですよね。激走任務、あは、来ちゃった、そんなにそんなに最遊戯は続かない、お、紫ということは、後期、お、もうちょい引く、うん、ザクサクランボですが、まあでも状態もね、お、いいねいいねいいねあ、これは乗せるでしょう、強い強い、お、10だし、ちょっと大きい、これがね、あれあれ後期に入ってくれればまたもうちょっと上乗せ頑張れるんだけど、ない、連続挑戦です、いらかん、お、熱い、来ました、固まってくれました、また、あ、よしよしよし、いや、もう3まで行きましょう、3、3、3、3、3、3、3、4段階目行ったことないんですけどね、実は結構打ってるのに、はい、やるでしょ、よし、イエーイ、大きい当たりいただきました、よし、よいしょ、はい、さあ、上乗せ、上乗せ、確か激走任務とかも乗せれたような気がします、おー、早い、あーですね、
いや、もうちょっと上乗せあってもいいかなっていう感じでしたけど、あ、でも激走にも2個ある。あれ2個も乗せたっけ。ん、うん、中ゲームと、激走にも2個です。まあ、でももうこれで一気に900枚、でかい。あ、で、終了時にも10乗せ。揃えられなかったですからね、もったいなかったな。まあでも、激走任務がねありますから、これで少しずつでも稼ぎます。ああ、嘘でしょう、バカー。あー、でももう一個ある。いやー、無心で、無心でいこう。よし、 OK。 怪しい。あーだね、うん、大した伸ばせませんでした。まあでも140ある、まだなので300枚ぐらいは出るかな。ん、どういうこと。またファミマス。はいはい、あー、ファミマ好きっすね。頭近くに、だいたい近くにあるキコーナーさんの。はい、使ったお金は、え、投資分に入るんですか、また。おかしいって、まだプラスにもなってないのに、普通にも。あと700枚ぐらいは出さなきゃいけないってことですね。まあもう一回ボーナス引ければ。あ、今って入ってます、入ってるんですか。え、はい、武器さん。そう、はい、はい、わかりました、はい、了解です、はい、頑張ります。いや、これ以上当たってる最中なのに投資をかさませるわけにはいかないので、お、1000枚突破でございます。よし、いきます、任務。お、もうこれは一発で特殊薬を引けたら一発で成功です。いいんだいな。もう一回、うまい。おー、バカだな。あ、そろそろ来ると思った。終わってまう。はい、1193枚。お、次回閉鎖空間すぐ入るかもという感じなんですが、私はもう一個あると思っている。わかんない。させて、ああ、ダメだ。
ないのか。ありませんでしたね。え、でも終了画面が出ちゃったので、もうちょっと頑張らせてください。85、うん、さて、佐藤さん早めに入ってくれました。当てていこう、うん、あ、手やっただけです今、はい、ジェスチャーはセーフですよね。あじゃあ今もう閉鎖空間に集中。はい、よし、うん、うん、いつともこれで6ですね。さあ残り3回、大丈夫だと思うけど、あ、赤い、うわ怪しい、うわー、いや長戸がえったー、長戸さんありがとう。危ないよこれ読むとこだった、危ないです。95回転復活でした。もう少し出玉飲ませるかな。さあ激走任務を1個いただきました。よし乗せます。お10です、ありがとう。うん、頑張れ頑張れよ、もうちょっと頑張って、いや60、30よりはね、あそうだ乗せてましたね、激闘任務を。頑張ります、頑張れない、ごめんなさいお、不意の後期、後期に押せないかな、結構もうギリギリなんですよね。あー、お、でも消えない。そして超監督、おお、押せてくれました。ある、ある、ハレハレ後期、来い来い、来ない、泣かないんだ、うん、粘ります。いやーこれはもう乗せてほしいよ。今日後期目終わらせ、いや、もう、もうじゃない、もうじゃない、状態アップもいいな、でもこれはないのか、あってた、あった10、お願い、今、なんか状態も上がってたじゃん、うー、そうでしょ
せめて。難しいよ。伸びないですね。162枚。あ、女の子今日初めて出てきました。たった分ぐらいですかね、多分取り戻したのは。星順出るな。あ、出るね。いやでも、あ、すごいすごい吹いてる吹いていらっしゃる。これはもうまた近いと思うな。うん、あ、小泉まで。あ、全員集合しました。小泉くんまで来るの珍しいなと思ったら、81回転です。あ、10がいいな。5、長門、あー、しょぼい。おお、箱を決め引いております。あ、これは乗せる。しかもお願い、せめて、75枚。女の子も結構出てくるようになりましたね。やり、はい、後期、後期じゃねえや、本着本本を引けましたので復活です。やった、でも5回転なんですね。まあいいさ。おおお、今春日、春ちゃん、あ、全員でかい。10倍。まだいこう。嘘だ。あ、終わった。いやー、これ10だったらな。まあでも延命70回転いただきました。あ、しまった。あ、でも258枚。ここもう1回引けばいいんです。終了。春日はやめようかな。外してると思う。しょうがなし。
はい、923枚です。お疲れ様でした。実践終了です。さばいっけ。本日ですね、英語禁止、ということで、今もですか。はい、ということで、ここまでで英語禁止つらかった。やっぱなんか思うようにしゃべ、まあいつも別に思うようにしゃべれてないんですけど、思うようにしゃべれないのがちょっときつくて、ただ実践の方がですね、そこそこ出玉も獲得しました。投資が2万6000円で回収が923枚なので、マイナスの273枚です。違うんですよ、春日はプラってたんですよ。だからなんで私があそこからまだ打たないとってなったかっていうと、8500円分のマイナスも収支に入るって言われたんで、それがなかったら全然プラスでしたよ。誰が悪いんですか？私ですか？英語を喋った私ですか？ OK って言い過ぎた私ですか？やんな OK、 いや OK って、でも普段から言ってるんでしょうね、めっちゃね。そう、普段から言ってるんですよ、知ってます。言っちゃうじゃん、だって人間だもん。でなんか8500円の分も入るらしいので、全部で661枚とかかな、664枚、はい、マイナス664枚がまた、総収支の中に、入ることになります。はあ、勝てたな今日のは。絶対最初の春日でちょっと使いすぎた部分もあったかなと思うんですけど、まあでも結構初当たりも引けたしな、惜しかったなと思います。はい、ということでですね、8500円分ですか、使いに行きますか、ファミマへ、大好きなファミマに行ってきます。はい、行ってきます。何買おう。買ってきました。はい、ほら、これで勘弁してください。いや、やっぱ困った時のアマゾンカード大事。5000円分。で、あとは、あ、そう、マスクが売ってましたよ。いっぱいありました。そうで、あの、ちょうどなかったんで助かる。あとカロリミット、ちょっと高そうなもので1500円ぐらいするんで、1400。あとリュンケルのめちゃめちゃいいやつですよ、これ1本でこれ1400円ぐらい、これも1500円ぐらいするやつなんで、まあなんか全部使うものだし、まあいいかな。はい、損はしていない。そういえば全部英語ですね。カロリミット、アマゾン、ユンケル、ユンケルってそうなの、わかんない。はい、なんかもう英語自由に喋れるって素晴らしいと思います。ありがとうございました。また次回も頑張ります。